踊りまくったやないかこいつら。あ、そうか、ちょっとカスタム変えなあかんのじゃ。2グランプリ目はですね、キャラクターはピーチかデイジーっていうね、姫から選択しなあかんのじゃ。俺兵法のままいったらあかんないわ。兵法全然姫要素ないのに。ちょっと待って待ってね、デイジー派、私はデイジー派。パーツはですね、どれだったっけ、どれだったっけ、これだ。これでカートがこ、タイヤがこれでパラソル。ちょっと待って、ピーチパラソルな。俺デイジー使うのにピーチパラソルなんこれ。デイジーパラソルってないの？ね、デイジーパラソルないの？デイジー、そうだよ、デイジーってさ強調したのにさ、デイジーもデイジーって言うのにさ、ピーチパラソルってないのこれ。デイジーって叫ぶのにさ、デイジーじゃないよねこっちは。ピーチーだよ、ピーチーって。あ、待てよ、ところでピーチーの時はさ、ピーチーって叫ぶんかな。レッツゴー。あ、おしとやか。おしとやかな。ピーチはおしとやか。で、デイジーが、デイジーってちょっとおてんば。うん、それですね。それが二人のキャラクターのね、まあ、個性と言いまして、どっちかって言ったら俺はデイジーの方が好き。おてんばキャラが好きというよりかはさ、ショートヘア。ショートヘアでもないな。で、今回はこういう構図で、この中から選んでくださいの感じなんですけど、ね、いきなり目玉の動物の森選んだろ、俺。あ、俺と一緒の考え方をしている。しかもその人のミー、なんか松潤に似てる。さあ、1グランプリ目は慣れてない兵法ということで、すっごいね、取り乱してさ、もうよくわからんこと喋っててやからね、今回、姫を、デイジー姫を使うということで、おしとやかに行こう。いや、どっちかって言ったら、ピーチの方がおしとやかだしさ。これさ、デイジーとピーチってどっちの方が割合多いんだろう。デイジー派頑張れ。微妙。だいたい半々ぐらいやな、微妙。3、5、前にピーチが2人、5人おる。後ろはどんだけおるかわからんけど、デイジーの方が多いんかな、ちょっと。あ、デイジーの方がちょっと多いな。デイジーの方が性能いいんかな、なんて考えながら、わちゃわちゃしすぎじゃ。あいた、うん。こんだけ同じ見た目の女性が並ぶってポケモン以来やな。ポケモンのジョイさんとかジュンサーさん以来やな、これ。しかもさ、モブというほど一つの街に一人おるようなキャラクターじゃなくてさ、もう姫というメインキャラクターでここまでわちゃわちゃおるけんさ、もうようわからん話になっている。くらえ、どけ、同じデイジーでも容赦はせんぞお前。あ、危ない。デイジーガード、デイジーガードです。デイジーガードを しております。デイジーガード。他のやつらもデイジーだったりピーチだったりでよくわからん感じになってますので、デイジーガードという言葉は通じないですよ。デイジーガードです。さあ、デイジーガードのまま4位で通過して、ゴールラインを通過して2周目です。危ない。そろそろカカシさんアイテム、おっとアイテム、あ、カカシさんじゃない、あー、クマモン、おい、クマモン、おいクマモンはマリオカードの世界に出てしまってんじゃないわ。クマモンで残っておれ、お前。クマモン、この空中でファイヤーをぶつけて空中化を引き落とすというダーティープレイ、ダーティーデイジー、私はダーティーデイジーです。さあ、ガンガン進んでいこう。もういつの間にかさ、上位だったはずなのに10位という、私のデイジーは凶暴ですという、そういうことをみじんも感じない。いったー、わ、周りのデイジーの方が凶暴やで。空中におる間にさ、突き落としてくる？そんなデイジーおらんで。とは言ったらビリで3周目迎えてしまった。ちょっと待って、2周目迎えた時俺4位だったぜ。どういうデータが来るか。デイジー選手権で俺ビリ取りそうなんやな。デイジー選手権ってなんだわ。サンダー、満場目サンダー。あ、やった、満場目サンダーが効いて今5位になりました。ゴールライン超えたの、3周目入った時は B だったのに、この下克上デイジーですよ、下克上デイジー。何でもデイジーでデイジーです。よっしゃ、4位、突き落としたい、前のやつ突き落としたい、空中のうちに飛ばす、うん、どんどん下の方に落ちていって相手に届かない、なんで投げた。そして5位でフィニッシュ。さあ、この上に、この5位の上にさ、デイジーが何人おるかの問題、3人もおるわな。あれ、
ようみたいに今きっちりさ半々に分かれとった？ピーチとデイジーの比率。ピーチ派デイジー派半々に分かれとったで。で、目玉の動物の森をさ遠慮なくもう一回選ぶから。あ、松潤、お前今回やっぱ動物の森選んでないやん。ビーチにさ、ビーチに行きたいか、お前は。あ、残念だったな、バズジュン。ケーキたくさんのさ、ビーチに行けんらしいわ。ケーキたくさんのこういうコースに選ばれたわ。残念だったな、バズジュン。よっしゃ、第2レース。とりあえず、俺の前のデイジーは全員潰すということでよろしいでしょうか。3、2、デイジーダッシュ、デイジーダッシュ、デイジーダッシュ。あ、デイジーダッシュ。みんな綺麗にデイジーダッシュを決めてます。もう俺のデイジーダッシュだけ特別とかそういうんではなかった。別にみんな綺麗なデイジーダッシュを決めような。みんながデイジーダッシュを決めようとされてさ、俺のデイジーダッシュはデイジーダッシュじゃなかったような感じのデイジーダッシュなんて。あ、こんだけわちゃわちゃ姫がおってたさなんかこの国大丈夫かなって思ってしまう。おっしゃー、後ろから前に出てくるのを妨害しての行って、あいつ松潤、お前さっきから松潤松潤言いまくっとったよ。松潤イケメンだったらジャニーズだからって、お前何でもしていいと思うなよ、お前行ってヘビーゴーってね。あ、イゾエがビリになってるやん俺なんかちょいちょい俺ビリないようやけど、さっきからさっきから適当に走りすぎかなこれわ、結構似とんじゃん俺デイジーのものまで行って、あのデイジー殺すかお前デイジーフラッシュ、デイジーフラッシュです。デイジーフラッシュを使った時はスピードが上がります。で、こうダートのところ走ってもスピード遅くなりません。決して追いつけません敵との距離が遠すぎてデイジーフラッシュを使っても、おっと、ここでショートカットを決めてようやく1人抜いて、2人抜いて、3人抜いて、いいですね。ショートカットをバリバリ必要して、おっしゃ、順位上げた。こっからです、俺のデイジーはこっからです。こっからが肝なんです。他のデイジーとは違うんです。オミドさん、ピノキオさんですね。あ、キノピオさんか普通に名前間違えとるわ数少ない知ってる人なのにさ、名前間違えるというねファイヤーめっちゃ後ろから飛んでる。あー、しまった。リカバーしていくんで、ショートカットもここで決めていって、ミスター、やばい、ミスター、ゴール前でミスター、最後の一人に、あー、抜かれたー。みんなうまいな。確かに俺最近マリオカートも全くやってないのに、やってないよ確かやけどさ、スプラトゥーンばっかやいよけどさ、ピーチの叫びがすごい。デイジー、デイジーだって叫んでる次3コース目だったっけ。次何選ぼう。動物の森か。私のデイジー様はね、動物の森に行きたいんだ。だからみんな動物の森行こうぜ。5人選んでるんだ。動物の森行こうぜみんな。動物、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 映っとるけども、フグが映っとるけども、違う、そこじゃない。ピーチがビーチに行くんだって、うるさい。よっしゃ、行くぜ。わあこんだけ似たようなこの牛、馬がさ上下するんがさ、全員こうゼロアウト並んどったら違和感、ダッシュするの忘れたじゃないかまあビリーだからこその強さがあるって言うた中間にビリーじゃなくなったわ特に何かすごいことしたわけじゃないのにビリーじゃなくなったわアイテム確保、よし。でここきっちりうまく走って、のキノコが来たけん結構内側を走って、この辺ダッシュ決めまして抜きます。あ、壁に突っ込みそうになった。あー、カニ、あー、カニくーん、おでんばすぎだろあのデイジー何の害もな何の罪もないカニを飛ばしていったぞ。それで許されるのか姫様。
今の瞬間写真撮ってインスタグラムにアップしたらさ、ちょっと姫の支持率下がるんじゃないの。あの今のデイジー姫、あのデイジー姫の支持率下がるんじゃないの。次期デイジー選手権であいつは絶対にさミスデイジー選ばれないんじゃないの。俺それならってさ、インスタグラムに投稿したろうかな。今の画像撮ってないけど。おっとキラーが出てきましたね。キラーを早めに使う。一人引く。ごめんな、俺のデイジーは凶暴なんだ。アイテムちゃっかり取っておきながら行って、光った光った。デイジーはスピード速いぞ。デイジーなくても光ったら速いけどとか言ったら 3周目ラストラップ。もうテンションが爆発しすぎてねこんな順位でもね、あまり気にしなくなってきてるだってアイテムの運が悪いな。もうもう10位でさ、キノコ3つってさ、ちょっと残念賞にも他ならないって感じがする。ショートカットできたけど、ここら辺でこう曲がっていって、いってヤシの木ヤシの木、あんなところにヤシの木生やす人間の気持ちがわからんわ。あんコースにするんだったらさ、あの木はあんなところに生やしとったらあかんわ、切っとかなあかんわとか言うたら10位でフィニッシュ。全然順位が上がりません。私のデイジー姫を激怒した。ああ慰めてあげたい。こうデイジーの顔にキスして慰めてあげたい姫たちの水着姿が欲しいですねって参加者のジョーさんが言っている。同感だ。ピーチ姫って結構おっぱい大きいだからな。俺ピーチ姫のアミーボ持っとうけん分かるけどさ、結構胸大きいよデイジーのも買おうかな、多分胸大きいから。よっしゃ、満を持して動物森じゃ。そろそろ最後は動物の森選んどる人少なF0 の方がまだ多いか。動物の森だろう、みんな動物の森行こうぜ。どうだよここは。絶対その時間だいたい舞踏会とかでお城で踊るような時間帯だろう。ネオクッパシティとか雨降ってるわ。絶対この時間帯はお城で舞踏会として踊ってるだろう。姫だったらそんな時間にこんな雨なのに外で走り回るという、なんてダーティーな店、ダーティーなのだろう。さあそんな滑るところでさ、滑る日にわざわざ走り込んでもいいだろうにねって、そういう状態で走っております。第4ラウンド。さてレインバトルは俺のお箱ということを見せてやりたい。そんな設定何もないけど、飛べ誰だおみどさん、あんただよ初めての人にも突っかかるぞ俺はよっしゃ、ここきっちり曲がりきってターボを決める。アイテムが欲しい。なんかいいアイテム、キノコ、ここのうまく使ってちょっと内側を寄りすぎたか。しかしウルトラスーパーヒミターボだったっけど、よくわからんようなやつを貯めてダッシュを決めて7位。まだまだ上を目指せるだろう俺のデイジーは。さあ顔取ってリヒットさんいらっしゃい、クラッシュいらっしゃい。よっしゃ抜いたリヒットさん、君のことを忘れないよ。覚えてもないけど、あやばい、ちょっと危な。そして俺を抜いていくやつにはファイヤーの裁き気持ちいいですね。人を火炙りにするのって気持ちがいいですね。あファイヤー、された側の気持ちが分かった。今にしてされた側の気持ちが分かったけどさ、されるって嫌やな。でここで3周目、8位か、もうちょい上行きたい、もうちょい上行きたいですけど。赤コーラ誰だ今回のは。あリヒトさんいらっしゃい、まだ来ましたリヒトさんいらっしゃいごめんなさいねリヒトさんいらっしゃい、第2周目ですわ、ごめんなさいねおっと後ろが行って、あのさ青コーラまとっとま突っ込んでくるってさ、結構病院送りにされる人が多いって聞いたけどさ、あんまやらん方がいいと思うよ。本当に病院送りになってさ人生この子の人生全部病院で過ごした人だっておるとかもしれんよとか言ったら4位で、あ5位か、くまモン最後に抜かれた。でもまだ検討した方です、いいですね。さあこの上にデイジーは3人もいます。
あー主催者50ポイントも取ってる。あの人主催者で真似歓迎する気なしだろお前バリバリ1位狙ってるわあの人そして最終順位は8位だ。なんて微妙。ナイストライっていうこのナイストライがコングラチュレーションに変わる日が見てみたい